寒い。まあまあ、ここだけね。めっちゃ高級だ。高級だった。いや、無事動画の編集も終わったんで。おお、これか。食べますね。普通の焼きそばじゃない。ありがとうございます。よいしょ。そうですね。取りに行きます。はい、お金払ってきましょう。いえいえ。NCT の翔太郎です。皆さんよろしくお願いします。僕実はいつも対決させていただいてるんですけど、そばでどういうことやろなと思って。で、ちょっと説明ができないんです。そうっすよね。なんか、はい、ソース焼きそばじゃないからあっさりしてるでしょ。うん、あっさりしてます。削り節とちりめんの味もある。うん。面白い。食ったことなかったんです。だから、お客さんみたいに来られるでしょ。うん。いやー、うまかった。でも、何あの食感。めっちゃ不思議。で、おばちゃんも言ってはったけど。食べてみな分からへん。言葉では通じひん。はい。前日に電話しとって無理やったな。いやー、元気な店やったな。まあいい感じやね。学生の頃と頑張ってて。じゃあ次行こっか。幻のあれ、木下のケリーさん。あんなに焼酎飲んでるのに。ないんやこれ。うまそう。なんか俺が言ったけどさ、ホテルのすげえ。雨やけどでっかい商店街やから高さいらんくていいな。1名様、卵でお願いします。年会費は無料です。車内事故防止のため、走行中の席の移動はご遠慮。いやー、よく調べたら日曜日定休日やった。ちゃんと調べときゃよかった。よし、どこで駅で行こうかな。お、おいしい。おお、すごい肉が。